皆様こんばんは、桜井よし子です。毎週金曜日夜9時生放送です。今夜の桜ライブは令和になって初めての国政選挙、あと10日ほどでやってくる参議院選挙を取り上げます。さあこの問題ですけども、自民党がどのように勝つのか、選挙後改正を、憲法改正を目指すことができる、そこまで勝ち取ることができるのか、それが焦点です。今夜のお客様をご紹介いたしましょう。まずこの番組にもたびたび出ていただきました黒シャツの政治部長として知られました元産経新聞の政治部長石橋文人さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう惜しまれながら産経新聞を退社したわけですけど、そのことはちょっと後で聞きますね。もうお一方、産経新聞正論の編集長滝田真紀子さんです、あなたは前の官邸キャップでしたね。今日もどうぞよろしくお願いいたします。石橋さんはですね、その4月末でしたか、産経新聞を読む。そうです、そうです。4月末でこの新あの本を出しました。安倍一強の秘密という、これ幻冬舎、飛鳥新社ですね。幻冬舎なんて言ったら怒られちゃうわね飛鳥新社からなんかすごく売れてるんですって。おかげさまでですね、はいはい、あの7月、先週末に発売になったけど、はい、増刷に入りまして。ああ、そう、おかげさんで、よかったですね。それでね、これを読んだのは本当に面白いんですよ。もう私、あなたがなぜ黒シャツを着ているのかという理由を初めてこの本を読んで知ったんですけども、まあ安倍さんの性格、麻生太郎さん、それからまあ自民党、それからまあ日本の政治を動かしてきた、まあ、数々の政治家の、なんて言うんでしょうかね、やっぱり生々しい、その本当にこっち生々しいこの戦いぶりというのがよく分かって、すごく面白かったです。ありがとうございます。でそれでね、こんなに深くその政権中枢に噛み込んでいるあなたが、どうして産経新聞をお辞めになったんですか。まあ理由はいろいろあるんですけど、それは一つじゃないでしょうね、うん、まあ政治部長終わったらもう現場から離れざるを得ないですからね、はい、ちょっと自分でね、うん、じっくりと大きなテーマでね、追っていきたいなと思いましてね、政界に限らずですけどね、はいはい、それが大きいですよね、うん。まあ、今政治ジャーナリストというタイトルでね、あれして、政治ジャーナリストというのはやっぱり日本の政治をこう、まあ、論ずる、日本の国の動きを論ずるということで、もっといろいろやりたいことがたくさんある、うん、ありがとうございます。頑張ろうと思います。頑張ってくださいね、はい。さあそこでですね、今日はこんなことをお伝えしようと思っています。ちょっとこちらご覧いただきたいと思うんですが、まず朝日新聞がですね、第5報をやりました。ハンセン病家族訴訟で第5報をしました。これなぜということをまず第1コーナーで、そして、こんな誤報するなんて朝日って政権中枢取材できているのかしらということをその次にお話しいただいて、そして、この安倍さんがですね、どうしてダブル選挙を打たなかったのかと、まあ、これ謎の一つでありますけども、そこもお話しいただきたいと思います。そして最後にの方でですね、実際の選挙の占っていただきたいんです。まあ、勝敗の行方はこの一人区にかかっていると言われますけども、そこについてと、あと野党統一候補は共産党と組むということの本質意味を一体理解しているのかしらということで始めてみたいと思うんですが、まずこの朝日新聞の誤報からですね、まあ、選挙が公示されて、みんなやっぱり政権のことを注目しているときに、7月9日、朝刊でですね、このハンセン病の家族の方々が、もう家族も非常に辛い思いをしたんだということで、その損害賠償を求めて、裁判をして熊本地裁でこれ勝ったわけですね。で政府が控訴するということを朝日新聞7月9日の朝刊で書きました。一面トップです、ご覧いただいたように。ところがその日の夕方になったら、反対のことを書きました。ハンセン病家族訴訟控訴せずということで、ここのところにお詫びというかね、その訂正をしています。見えましたら、誤った記事をお詫びいたしますと書いています。そして翌日になりました10日にですね、やっぱりもう一回、ハンセン病
患者のあれは控訴せずということを一面で書きまして、この裏の二面でですね、なぜ自分たちが間違えたかということをまあ検証して改めてお詫びをしているんですが、さあお二人に聞きたいと思うんです。まあ朝日新聞といえば産経新聞のライバル紙でもありますし、朝日といえば非常にまあ何て言うんでしょうかね、人数も多いしお金もあるし部数も多いしということで注目されているその新聞がですね、なぜこんなふうな間違いを犯したのかということなんです。まずここをちょっとご覧いただけます、7月9日火曜日、安倍さんがですね8時49分に自ら記者会見で会見で表明いたしました、控訴しませんと。ところがその約6時間、5時間ぐらい前にですね、 NHK が夜中の2時ですけども、この政府は控訴を断念しますということを打ってるんですね。ところが朝日の方はそのようなニュースがあるにもかかわらず、朝刊でですね、ハンセン病家族訴訟控訴へと書きました。そして夕刊になってこれをまあその誤った記事をお詫びしますというふうに書いたんですね。そして翌日、今もお見せしましたけども、10日の新聞で首相の意向を知りうる政権幹部に取材した結果、我々は控訴するというふうに判断したんだということなんですが、さあいかがですかね、滝田さん。この辺の事情はあなた取材してこられたわけですけども、まあ、なかなか実態は分かんないんですけど、うん、はい、おそらく朝日がね取材したのは、その総理とか、うん、その政治判断をする人たち以外の、ええ、多分官僚、事務方の、まあ、いわばその政党官邸の、例えば厚生官僚とか法務官僚とか、まあ、そこら辺もそうですけど、うん、でも今の安倍政権っていうのはその首相官邸の中の中枢を取材しないと、うん、本当のところは取れないんですよね、うん、なので石橋参謀長で私が官邸キャップの時も、結局やっぱ何かあったらやっぱそれ中枢にで裏を取らなきゃいけないということで我々はずっとやってきたんですけど、うん、朝日はおそらくそこには本当の中枢、うん、おそらく事務方のトップあたりとかには取材できたんでしょうけど、うん、まあ、そこで多分確実な裏は取れなかったんじゃないかと思うんですね、うんうん、そんなにみんな口が緩い人たちではないので、はい、で結局そのまあ総理周辺、本当に総理の政治的な意向を把握している人たちには取材できなかったと思うんですよ、なるほど。もともとこのテーマというのは社会部の取材ですかね。いや、もうこれは政治部も全部で、政治部ですか、うん、なるほど。社会部が取材して政治部にその確認をお願いするということではなくて、政治部が取材をしたメインですよね。っていうのもこのお詫びの、10日朝刊に載ったこの本社記事、はい、誤った経緯説明しますね。これ政治部長が書いてるんですよね。まあ、本来ならば編集局長が書くべきだと思うんですけれども、はい、結局多分最終的な、うん、まあ、裏を取ったというかね、うん、この第五報ですけど、うんうん、まあ、それが政治部だったんじゃないのかなと思うんですよね、うんうん、私がね面白いというか不思議なのはね、ここにね NHK がまあ午前2時というまあすごい時間帯ですけども、そこでデジタルで控訴断念へと NHK がウェブで言ってるわけですね。でもそれを見ていないはずはないだろうと思うんですけども、この2時の段階で朝刊を書き換えるってことはできないんですよ。もう2時はできない。それは公判協定があって、うん、2時の段階ではもうもし書き換えたら大変大問題になっちゃうんですよ。あ、なるほど、うん、もうじゃあ2時はもうその書き、もうリバーオブノーリターンでもう戻ることができない時点で NHK が打った、うん、でも朝日はもうちゃんと書いてしまった、この辺のね時間の経緯とその今のルールのことなどを考え合わせると、朝日はやっぱりこの追いつけなかったってことなんですかね。もう一つ聞きたいのはね、陰謀説みたいなのが出てるわけでその官邸がね朝日をはめたって言ってね、でもそのようなことがあったとしたら、あったとしたらどうなんですか。いや、なかったでしょう。こんなのはめた、それは逆じゃないですか、うん、逆。どういう意味ですか。ね、参院選というのは衆院選と違って、うん、6年前からこの時期にやることは分かってるわけですよ。そうですね。ね、うん、の選挙の前にわざわざ、で非常にこの判決がですね、はい、鳥取地裁でも係争中、最高裁で。そうです。でそれと相互のある判決出してるんですよね。うん、で役人はね、みんな法律家ですから、ほとんどはですね、はい。法律家から見たら、この相互を解消するためには
控訴した上で早期に救済策をやると、うん、これがいかにも役人が言いそうで、うんうん、おそらく法務官僚にしてもそうしないと菅直人の政権の時の諫早の訴訟みたいにね、はい、大変なねじれが起きてしまうと。だから、今回の判決と鳥取とかの他の判決の齟齬を埋めるために候補はせざるを得ないというのは法律家の考え方なんですよね。法的な整合性を国として保つためには政府は控訴せざるを得ないと。そういう判決をわざわざ参院選の前に出して、でおそらくこれをずっと追ってたのはおそらくこれは裁判所だから当然社会部だと思うんです。で最後の最後の決断の部分を政治部に取ってくれと言われたけど、うん、今の安倍政権でやっぱ官邸中枢から聞けなかった、うん、言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。花田和之です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和之です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。